すごい。いやー嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。僕も大ファンだったんでね。これね、藤森はもうずっと見てますから。代表しててっちゃん、てっちゃん最終回迎えましたけども、ちょっとてっちゃん一歩前、てっちゃん前に出てちょっと、はい、かわいいてっちゃん。はい、今日で多分テラスハウスのメンバーがこうして揃ってこうやってステージを歩くのは最初で最後だと思うんで、すごく楽しめましたよ。ありがとうございます。てっちゃんお疲れ様でした、本当にね。さあそしてちょっと聞いてみたい、はい、セイラさんと大工くん、もう最終回まで楽しませてくれて、さっきそこら辺でキスしてませんでした。いやもうだってね、お二人はもうすごかったんだから。すごい、最後の方は。そうなのね。お嬢に聞きたいんですけど、順調ですか。はいはい、順調です。あ、セイラさんからも一言お願いします。ラブラブです。イエーイ、ありがとうございます。祝福されております。素晴らしいね。いや本当ね、ちょっと皆さんにね、キスしろ、キスしろって誰か言ってますよ。できます。あ、宮城大輝くんの方から何かありますよ。何ですか、何ですか。キスしろ、キスしろ、キスしろ。大丈夫なんですか、これは。どうですか。私らは一切関与しありませんけど、我々出ました。はい、いや、すみません、サービスありがとうございます。もう皆さんが出ていただけるなら DJ コウさんに話なんて振らなきゃよかった。いいんだ、コウさんはコウさんでね、すぐ出ていただければよかったね。ちょっとね、本当全員に聞きたいんですけど、お時間もあるんで、あとそうだな、はい、ちょっと伝説のチャラ男のヨウさんにも聞いとこうかな。ヨウさん、チャラ男を超えたチャラ男、ヨウさん、テラハ最終回迎えましたけども、はい、皆さん、ね、女性の方々にはいろんな、ね、思いをさせたと思います。謝りたいのと同時に、ありがとうございました。すいませんでした。ありがとうございました。謝れようさん、ちゃんと本当に俺頭きてたんだからな。ようさん、ありて、はい、あの一度ここで歌わせていただいて本当に感謝しかありません。どうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ちょい、チャイちゃん、本当に皆さんありがとうございました。頑張ります。これからも頑張ってくださいよ、はい、本当に、あと花ちゃんとね、大工くんもちょっとキスシーン流れてましたけども。あ、本当ですか。改めて見てどうですか。ちょっと恥ずかしい、やっぱりあの2020王者よく出てきたなと思って。確かに、おかげさまで1位取ることができて、ね、本当に光栄です。あ、おめでとうございます。ですね、はい、ね、大工くん、ありがたいです。ありがたいということです。あ、キャリエちゃんもいるね、一番端。ちょっとマイク、マイクある。キャリエちゃん、ごめんね、マイクね、渡してあげて。あ、ごめんなさい、はい、ありがとうございます。ちょっと、ね、テラハファンに一言お願いします。はい、私は2年前にここで、あの AKB48 としてステージに出た時にテラスハウスのみんなが見に来てくれたこともあって、うん、今回はこうしてたくさんの仲間と同じステージに立ててすごく嬉しいです。ね、すごい2年間でしたよ ね、 ね、ありがとうございます。マー君、マー君、マー君はなんか一番遠くにいるね、ここの2人とは一番遠くにいるけど、ね、あらあらあら、そうですね。マー君はちょっとね、どういう因縁があるの。因縁というかね、マー君はこうちょっとセイナさんにね、あらあらあら、そうあったんだけど、 でも最後大工も言ってね、うん、マー君、はい、今のお気持ちいかがですか。よかったです、よかったです。大丈夫ですか。まあ結果的には振られちゃったけど、これからもっといい男になるように頑張ろうかなって思ってます。はい、ありがとうございます。応援しております。ということで、ごめんなさいね、ちょっと本当に皆さんにお話聞きたいんですけれども、ね、みんな本当キラキラしたいい顔してますね。はい、うん、そういうことでございまして、もうお時間ないですか。まだ いける、まだいける、お時間ない、もういける、まだない、もうない、もう時間がない。もう俺ももっと聞きたいんだけどね、本当は。本当に聞きたかった。なんで DJ コウさんに話しうったかな。いや、そこはいいですよ、そこはね。ごめんなさい。はい。みっちゃんもロコちゃんもね、フランキさんもありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後はやっぱりね、はい、てっちゃんから締めてもらいましょう。お願いいたします。はい。てっちゃん、じゃあ代表してお願いします。はい、もう今日でこれ一応最後なんですか、テラハメンバーで。そうなんですよ。活動するのがね。はい。はい、じゃあお願いします。はい。僕らそれぞれ、道は違いますけど、これからも変わらず応援していただけたら幸いです。2年間テラスハウスを見守ってくれて本当にありがとうございました。テラスハウスの皆さん、本当にどうもありがとうございました。素敵な感動をありがとう。